はいどうつけ麺ズーストップ。阿部ちゃん、はい今日、はい、1時間でラーメン屋何店舗回れるか。この企画といえば阿部ちゃんにやってもらいます。大好きですから、はい、ラーメンは1時間のうちにね、何店舗ラーメン屋さんをはしごできるかっていう企画です。なるほど、リーダーがハンバーガーやったやつのラーメンバージョンってことか。そうです、結構早めに食べて早くめちゃくちゃ移動しないと何店舗も回れないですね。でもラーメン屋さんなんてさ、今駅前とか行けばそこら中にあるよね。まあそうか、ハンバーガーと違って店選びに困らないと思う。あー確かに。まあでもちょっとね、なるだけ頑張るわ。もう行っちゃってください。ではレッツゴー。1店舗目が武蔵屋さん。こっからが俺のねスタート。目標は5ぐらいかな。5杯いけたらすごいよ。いければな。やっぱ阿部氏のモチベーション上げるために。そう、モチベーションください。はい、1杯につき1000円。よっしゃ、よいしょ、はい、じゃあ10に変わりました、目標が。がめついな。じゃあ1時間ですよね。1時間頑張ります。いきますよ。はい、地についてよーい、ラーメン、いきます。はい、あこ塩ラーメンです。これほら、うまそう、うまそう、鹿児島ラーメン。ちなみに店内入ってラーメンが来るまでで6分経過しました。よっしゃ、じゃあもうちょっと時間ないから早速いただきます。うまっ、うまい。塩ラーメンだけどすんごい豚骨効いてる。塩家系ってことですか。うん、珍しい。だしが鹿児島だし、トビウオの本当味がするわ。いいペース、いいペース。じゃあ、じゃあ食べて。あの武蔵屋の家系食べたことあるけど、初めて塩ラーメン、塩ラーメンの方が美味しいかもしれない。めっちゃうまい。マジで、あ、食べてみた。はい、一口。これ家系ラーメンの特徴ね、麺が短い。短い。あ、もうあとは水分休み。うん、はい、完食。スープは飲まなくて OK。 今ちょうど10分くらいです。次行きましょう。行きましょう、急ぎます。ラーメン大村さん、はい、ラーメン大村さん。ちなみにただいま14分です。14分、もうカウンターしかないんで僕一人で行ってきます。はい、いらっしゃい。エプロンつけたまま。あれが参加者の方ですか。ごめんなさい。あ、分かったわ。めっちゃ昔ながらの醤油ラーメンって感じ。マジで。今ですね、23分でございます。あ、なるほど。行こう行こう。行きましょう、行きましょう。3店舗目行きます。走って走って走って、やばい。もう25分。もうね、走ってるながらもこう消化して。あ、そうやな。次の店舗まで見据えて。あ、ラーメン屋行ってこら。お、武道館家系ラーメン、ここにしようかな。お、徒歩1分、いいね。近場で行ってきます。行ってらっしゃい。このカウンターだけなんで俺1人行ってきます。はい、やっぱ徒歩1分なのでいいですね。いいペース、いいペース、いいペース、いいペース。さすがに1軒目の家系はお腹いっぱいだわ。確かに。次行きましょう。行きましょう。あと25分。消化しないと。はい、頑張れ頑張れ。どうしよう、そこに日高屋があるけどさ、日高屋でもいい？いいんじゃない。じゃあちょっともう近場の日高屋から。近場、近場攻めよう。日高屋行きます。日高屋、日高屋めちゃくちゃペースいいっすよ。日高屋ね。普通の中華そば頼みました。はい、透き通ってますね。一番食べやすいやつ。はい、いただきます。これ食い終わったら4000円でしょ。そうです。ちょっとね、お腹がくるね、やっぱ。さすがにね、家系2個切ってるから。食べやすいわ、あっさり。
カツオの出汁がすごい効いてめっちゃ美味しい。どうぞ。じゃあ行きましょう。残り12分。いやーお腹いっぱい。でも5軒目行きます。はい。よいしょ。あの最後ね行きたいラーメン屋さんがあるんで、そこまでちょっと走っていきます。青葉ちょっと食べてみたくて、よいしょ、ちょっと遠かったけど行った。残り9分。やべ。これで食べ終わって帰ってきて次で取らアウトですからね。いやもうなんとしてでも帰ってくる。帰ってくる。そうそう、ラーメン自体は多分 2,3 分で来るから。よいしょ、行ってらっしゃい。すごいっす。いきます。はい。5秒オーバー。マジで。5秒。1時間と5秒。マジで。うん。うわ。あのマジで5杯はすっごいわ。5杯目えぐい。パンパンお腹。でもうまかったわ。美味しい。青葉美味しかった。じゃあね、4000円プレゼントでーす。まあまあまあでも4000円頑張ったよ。謎かけで終わりましょうか。じゃあ。いきますよ。それではラーメンとかけまして、はい、すごい打者のホームランとかけます。その心はバレンティン。よく伸びるだろう。この動画を最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタンぜひお願いします。お願いします。 Twitter と Instagram のフォローもお願いします。バイバイ。ずっとあの店員さんのおばちゃんと話してました。なんで？いや美味しいんだよ。そう、美味しかった。めっちゃ美味しかった。